ことで、ゆうすけさんの私生活は丸裸です。ちょっと嬉しい。おかわり TV 始まるよ。いきなり表彰なんですけども、最初にオープニング表彰したのは、前回 の人気投票というか、ティッシュ配りのっていうところでアンケートいただいて、その優勝したということで、今回こちらの、ボイスレコーダー、はい、こちらの方を、志向の方にプレゼントさせてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ一応、じゃあ大きな声でね、じゃあさっきの、はい、聞こえなかったと思うので、はい、じゃあもう一度お願いします。はい、これで、はい、これで、ゆうすけさんの私生活は丸裸です。はい、聞きたいことがあれば何なりと、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、またボーイズラブになっています。はい、ちょっとそういう感じになります。ボーイズラブではありません。はい、でそれですね、今回の、授業はですね、まあ、モデリングっていうところに関して、まあ、やっていくんですけども、でそこでですね、まずそのモデリングについてなんですが、まあ、結果にふさわしい、その、まあ、彼らが目指しているような1000万プレイヤーというね、そういうふうなもの、まあ、目標があって、その目標を達成させていくためには、はい、で実際にそれをもうすでに、達成している人だったりとかですね、その成果を出している人とか、まあ、成功している人っていう人、まあ、そういった方たちの、フィジカル面だったりとかメンタル面、あとはもうスキルとか、フォーカスしているそういった部分っていうところにその焦点を当てて、いろんなそのお話を聞かせてもらえたら、実際にその彼らがですね、まあ、そういった部分の、望んでいるその結果を出している人たちっていう人たちの話を聞くことによって、実際にその成果を出すために、その、まあ、真似というかですね、そういう模倣をしていくことを、授業としてやっていきたいっていうふうに思いまして、でそこでですね、まあ今週だけではなくて何週間に、続けてですね、実際にこの歌舞伎町であったりとか、そのホスト業界っていうところで、実際にその成果を出している、成功しているっていうのは、まあ、これから成功するであろうっていう人たちに、フォーカスを当てまして、実際にそれでこの番組の方にゲストとして、お呼びさせていただくっていうふうなことを、今回次回、まあ、ずっとやっていきたいっていうふうに思っております。はい、でそして、今回のですね、スペシャルゲストはですね、はい、はい、愛本店ですね、弊社の愛本店の昨年度年間のですね、年間売上ナンバーワンでございます。よいしょ、よいしょ。はい、皆さんね、たくさん呼んでくれっていうふうなことも、すごいお声いただいて本当にありがたかったんですけども、ルイ統括役の方に、今回、登場していただきますので、はい、でまあ、たくさんみんな質問を用意してきているので、その中では皆さんもいろいろご質問とかあるようでしたら、まあ、そこもどんどん拾ってお答えしていただければというか、していければというふうに思っておりますので、今日はどうか皆さん楽しんでいただきたいと思います。はい、ではそれでは、ルイ王子の紹介 V の方お願いします。だよね、場所的にね。おしょ、よいしょ、おしょ。
ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で来ていただきました、ルイ統括役、本日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日オカリ TV 始まって初めてのゲストなんですね。そうですね、緊張していてですね、はい、毎度毎度ですね、皆さん、ポンコツホストばっかりで本当に申し訳ない今回売れっ子をようやくこう呼ぶことができましたので、はい、よいしょ、イケメン来たと。よいしょ、いや、すごいですよ、これはイケメン、はい。で今回ブログとか LINE の方で僕宣伝させてもらいましたら、初めてに近いですね、俺見たいみたいなことをですね、4人ぐらいあちこちの社長から言われてですね、ちょっと嬉しいなという、はい、感じでございます。はい、はい、で今回ですね、まあ、ナンバーワン、その年間ナンバーワンっていうことは本当に台本は結構強いですよ、やっぱりそのホストっていう、その脈々とその先輩たちからこう受け継がれてきている、そういったそのホストとして の, そのスキルとかそういったものがやっぱ強い中で、本当に上位のね先輩たちも含めて強いホストすごいいっぱいいます。その、並みいる強豪たちを押し倒してですね、年間で1番を取るっていうのは結構すごい。僕も、何百人ですね、多分何千人近いぐらいホストを見てきましたけれども、強いホストです。はい、でその、ルイ君の、ルイ統括役の価値基準であったりとか、大切にしているその信念ですねっていうところとか、まあ、そういったその習慣っていうふうなところを、まあその今ご覧になっていただいているそのホストをまあ目指している皆さんとかにぜひこうご覧になっていただいて、あ、こういうところを考えていけば、こういうことを真似していけば自分たちも結果が出せるんじゃないのかっていう、そういう会にできればというふうに思っておりますので、はい、皆さんいろんな質問どうかよろしくお願いします。はい、じゃあそれではですね、まずすいません、ちょっと僕いっぱい喋りすぎて、じゃあまずですね、まあみんなのもね質問いろいろ用意してきましたので、じゃあまずどこからいくかな、質問から、じゃあ、一番初めの、まあ、これは多分みんな聞きたいなって思うところなんですけども、でまず初め一発目の質問を僕からさせてください。はい、まずルイ統括役の方が、はい、ホストを始めようと思ったきっかけはどういうところだったんでしょうか。きっかけはですね、僕の時代って結構テレビでバン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 やってたんですよ、ゴールデンタイムで、うん、で憧れの世界だったので、一度はやってみたいなと思ったのがきっかけですね、うん、テレビが、うん、かもしれない。その iPhone X を選ばれたっていうのはどういうところだったんですか。一番メディアに出てた、はいはい、ですね、その当時やっぱり光くんとか、白崎仁さんとか、白崎さん、はいはいはい、瀬名和志さんとか、はいはいはい、はい、はい、ゆせさんとか、ね、ね、はい、ありがとうございます。じゃあ、まずじゃあ、のぞみから、あ、僕から、はい、お願いします。大きい声でね、はい、まあ、ルイさんは昨年度年間ナンバーワンを取られたんですけど、こうなぜ年間ナンバーワンという大きな成功を収めることができたのかなと思って、そこを聞きたかったですね、要因というか、はい、まあ僕も年が31、まあだいぶ書かれてるんですけど、31歳で上がろうかなと思ってたんですけど、そこで最後ちゃんとなんか成し遂げたいなと思って、その時に初めてこの商売に対して本気で取り組もうかなと思ったんです。なので別に狙っていったわけじゃないんです、結果的に取れたのは、まあ良かったのかなという感じですね。31回上がろうと思ったの。そうですね、もう、はい、今はもうその考えはもうないですね、今は続けていこうというか、はい、はい、できるところまではやろうかなと思います。すごいですね。で、ゆうすけさん、あ、いいですか、なんか、はい、行きましょう。はい、まあ、もしルイさんが、まあ、僕と同じ今立場にいたとしたら、僕の iPhone X でどういう1000万を売るために、はい、どういう行動を取るのかなっていう、すごく難しい質問だと思うんですけど、はい、言っててしまったら別にそこの箱だけで考えるんじゃなくて、まあ、歌舞伎町全体見て免許場も合わせて250店舗ある中でやっぱり同じことやっててもしょうがない。
ただできることっていうのはもう限られてるので、人よりも多く、まあ、営業するしかないのかな、まあ、ありきたりな感じで申し訳ないんですけど、数が大事になってくる。そうですね、やっぱり声をかけるだとか、気の使い方から、まあ、いろんなことはあると思うんですけど、はい、そこでやっぱり一番になった子がどん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 上に上がってくるんじゃないのかなっていうふうに思ってるので。イケメンだっていうのはいつ気づいたんですかって聞かれました。イケメンじゃないですね、僕は本当に。確かにやっぱそこちょっと気になりますね。いつ気づかれたの？イケメン。イケメン。イケメンの。まあ、歌舞伎町歩いてたらイケメンなんて腐るほどいると思うんで、顔とかじゃないと思うんですよね、やっぱり。まあ、気遣いであったりとか、笑わせたりとかですね。同じようにですね、気遣って笑わせようとしてる子がいるんですけど、あんまりこううまくいってない。いや、これからじゃないですか。これからですね。サービス精神の押し売りみたいな。野田君の、仕事ぶり見させてもらって、もうすごい頑張ってるなって。よかった。いかんせんね、空回りばっかしてますからね、僕は。いつかね、ヒットが打てるんじゃないかと。はいはい、なかなかね。そう、いや、もっと 深いとこ聞いてこいよ。多分ね、視聴者の方もいっぱい聞きたいとこあるだろうし。はい、どうぞ。志向はい、まあ今思えば、今はその、まあ、iPhone X でこう何回もナンバーワン取ってると思うんですけど、はい、売れて最初ってやっぱり売れてないわけじゃないですか、新人の時って、はい、今思えばその何がその自分が売れ出したきっかけというか、何が転機というか、そういうのは何だったのかなって、何かあって、やっぱ何か変わってそうなったと思うんですけど、僕最初あそこ入った時って、はい、まあ、夢も希望もあったわけなんですけど、はい、入ってすぐにやっぱ、はい、心折れるわけですよね、はい、やっぱいろんな人たちがいて、はい、全然売り上げとかもなくて、はい、でその時にもう腐ってたんですけど、はい、そこから切り替えられたのが、はい、まあ、今に繋がってるのかなと思いますね。僕もたまに考えるんですけどね、何がきっかけだったのかなって考えた時にやっぱそこなのかなと思います。切り替えるきっかけとか特には何かあったわけでもない。そこはやっぱり、まあ、今いる先輩ですとか、はい、いなくなってしまう先輩とかです、ね、はい、やっぱり頑張れよっていうふうに励ましてくれたんですよね、やっぱり。なるほど。ここでご飯をもらったりとか、まあ、ご飯って大したことないって思いがちですけど、はい、じゃあそれはじゃあ100回、200回やったら、はい、まあ、いくらになるのか、まあ、金額だけじゃなくて、はい、まあ、気持ち的な意味でも、そういうふうに周りがこう自分を応援してくれるんだなっていうところから、どん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 、プラス思考というか前向きに考えられるようになってからの今じゃないですかね。周りがあったかかった。そうですね、私は結構、まあ、皆さん来られてそこまで時間経ってないと思いますけど、はい、やりやすい空間ではあると思います。なるほど。のぞみは？あ、多分、まあ、いろんなことがホスト、まあ、経験といいますか長いとあると思うんですけど、どうやってモチベーションをこう維持しているのかなと思って、はい、僕なんかは最近松岡修造の動画がちょっと流行ってるので、それ見て朝一に起きて見て、あ、よし今日も頑張るぞって元気を出したりとかしてるんですけど、うん、僕もそうですね、松岡修造好きで本当に、つい先日の松岡修造カレンダーっていうのを買っちゃう、あ、ひめくりカレンダー買いました。あれ買ったんですけど、最初は結構いいこと書いてあるんですよ、うん、でもあれ1ヶ月31日あるじゃないですか、ね、で最後の方どんどん結構適当になってまあでも修造さん好きで、まあ、モチベーションですよね。モチベーション、はい、モチベーションもそうですね。まあ、ここまで来るまでのプロセスの中で結構バナナのことばっかり考えてて、まあ、朝起きて支度して、まあ、出勤するとき僕歩いてくるんですけど、歩いてくる中で今日はなんかすげえお客さんから
指名もらってなんかリシャールとかロマネとかいきなし下ろされちゃってどうしようみたいな想像するんだ。そういうなんかバカみたいな妄想してましたね。へえ。そうするとなんか二日酔いでもいや行きたくねえけどなっていう中でもよし頑張ろうってなりましたね。これいいこと聞いたよ多分。これはすごいね。いいね。当時は今はもうモチベーションとかじゃなくてもうやるしかないからとりあえずもうモチベーション云々じゃないんで、はい、いいこと昔はじゃあもうそのいいことを想像してよしじゃあ今日行ったら何か起こるというふうに想像してあと収蔵カレンダーも収蔵カレンダー僕も収蔵カレンダー買いますありがとうございます。収蔵のおかげで日本は作られてんだぜ買いみたいですねなんか温度上がるらしいそう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 、まあ、そういなくなると下がるみたいなね。エル君どんな女性タイプですか。僕は背の高い人が好きだね。いいんですか。背された方がいいんですか。いや、あとまあ内面が一番じゃないですか。優しかったりゆきさん自身背高いんで何センチぐらいですか。そうですね、僕より大きくてもいいかな。そうなかなかいらっしゃらないのでちょっとバレーボール選手だね。女がいるんだったらかかってもいいやみたいな。大丈夫なんですか。女の人から見下ろされてる感じでも、もう全然大丈夫ですね。でも逆にそんな経験ないでしょ。だってないんですね。そうだよね、はい、そうしてみたいよね。そうだよねなんかエスコートされてみたいみたいな。いつも常に僕らがやるじゃないですか。そうですね、仕事ね、当たり前のね、それはあれではエスコートしてないです。そうなんですよ。してない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 。せめて。ポンコツ。ポンコツですけど、エスコート、まあ、少し少なからずやってるのかなと。ね。そういうことにしてください。お願いします。じゃあ、どうぞお願いします。ルクイさん、何センチですか。僕183らしいです。おー背高いです。どうですか。そうですね、一番ちょっと気になるのはまあルイさんが iPhone で入ってから、はい、どれくらいの期間でそのポンっていうか売れ出したのか。僕ポンってないんですよ、はい、結構ポンってやる人やるじゃないですか、はい、そういうなんかラッキーみたいなのがなくてずっともうコツ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 だったんで2年ぐらい経ってからですかね、ちゃんとまあある程度の数字上げれるようになったっていうのは、うん、ちょっとすごいなコツコツ苦手そうですもん。え苦手そうですもん。いやいやいやコツコツタイプですよ。コツコツタイプ、コツコツ大事だと思う。やっぱ一発とかだったら誰でもいけんじゃねえかなって。まあそうですよね。やっぱその年間通してとか、まあ何年スパンで考えるときにはやっぱりその積み重ねがすごく大切になってくるんじゃないのかなって、まあ、まあやらさせてもらってまあ感じたとか。はい、じゃちょっと踏み込んだ質問なんですけど、はい、先月まあ、そのルイさんがナンバー2だった時に、はい、その正直どう思ったのかなっていうのを聞きたいんですけど。いやあれはですね、僕すごい顔に出やすいですし、はい、もう 見たらすぐ分かっちゃう感じで多分相当落胆してたと思うんですよ。もう悔しかったですし、まあ、結構金額に差があったので、はい、これはまくってこれねえだろうと思って。そうですね。である程度数字の予測とかもしてて、はい、その上をやってきたんで、はい、まあ僕の完敗だなっていうところで、まあもう本当にできながらあっぱれじゃないですけど、はい、まあ、そこまでできた相手がすげえなっていう、はい、まあでもそれもまた何ですかね、こう、はい、残念だったなで、僕は引きずんないタイプなんで、はい、まあなんか自分でいいとこだな。でもあの場面を見て、なんだろう、僕最初に iPhone 顔出させてもらうようになった時に、なんかこの、なんすか、そのナンバー争いがなんかもうやっぱり盛り上がんないっていうイメージがあって、はい、それが本当に、野口部長とかもそうやっておっしゃってましたけど、みんな本当に感激したっつって、もう感動的なその
ナンバー争いのね、はい、ラストで、でそこでルイ君がバーッとその一番だったジュン君のところに駆け寄ってって、おめでとうっていう、みんなそれですごいもう感激してたというか、本当にすごいなっていう、もう純粋にすごいなっていう、それだけです、うん、まあ、ジュン君もかっこいいですよね、そこでね、あの瞬間俺もルイさんのことかっこいいと思う、そこでね、その2番になってもそういうふうに1番の人に立てることができる、うん、クラーナが大人だなって思います、うん、いや、まあ、クラーナが真似できなかったんで、いや本当に純粋にやってきたのちがすげえっていう、それだけですね、そうだよね、すごいと思う、だからそういう風なそういうさ、ちょっと君たち、ちょっとそういう、なんだこれ見てください、この売り上げですね、これ、子供たち、リアル売り上げだけですね、すごいですね、これ、まあ、最初系のそうなんです、バレてるんすよ、そうなんです、隠せないですね、隠し事できない、そうなんです、そうなんです、はい、望みの50倍ぐらいなんですけど、ちなみに、でも半分以上には皆さん行かれてる、ね、それもダメだな、本当にお店自体が良くないぞ、はいはい、俺がポンコツか半端ない、そうだね、もうはっきり分かっちゃったね、難しい、難しい、そうだそうだ、僕なんか先月からあんま全然変わってないからね、1万アップぐらいですから、ルイ君のホスト成り立てのぐらいの売り上げってどれぐらいだったんですか、はい、1年とかそれぐらいで、いやもうゼロのがずっと並んでましたね、マジっすか、はい、もう本当になんか腐っててもうダメホスみたいな感じだったんですね、へえ、1年、そうですね、1年ぐらいはもうやばかったですね、だから、はい、それがじゃあそのきっかけの、ね、初めてのお客様だったりとか、はい、そういうのってのはないんですか、僕はそうですね、徐々に切り替えてったんですよ、うんうん、本当ダメ人間で、でもそれで辞めちゃうの悔しいから、でとりあえず新人だけ卒業したら辞めよう、そっからなんかどん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 欲が出てくる、はいはい、で新人上がれたんだったら次なんか少しまともな給料もらえるまでちょっと頑張ってみる、はい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 、でそれが達成できたらそっからちょっと役職もいけんじゃねみたいな、そういうなんか段階を踏んでったんですよ、その何だろう、その、段階をこう踏んでいくときに、はい、そのターニングポイントとかその時その時で、はい、いろんなやっぱりお客様がいらっしゃるじゃないですか、その女性というか、そうです、ね、例えばその時に、俺踏み込んできて僕がですね、はい、色ボケをした経験があるんです、バチーンと色ボケ入って、あのですね、まあ色ボケですねそういう経験はどうでしょう、いや僕もまあ泣きにしもあらずというか、まあそうですね、苦い思い出も、何よ苦い思い出教えてよそのどう苦いね、気になるよね、どう気になるのかね、どうかもう心情が出てくる、変な汗がちょっと出てきちゃいます、でもみんな色ボケありますよ、ホスト、あると思いますよ、きっと聞きたいですよね、本当に気になりますよね、気になりますね、ちょっとお酒、お酒グイグイ、なんだ僕にもお酒くださいなるほど、なるほど、してたら売り上げ上がんないと思う、上がんないですね、はい、上がんない、上がんない、そこはもう割り切って仕事っていう風にやってってもらいたい、そうですよね、そう思います、そう思います、はい、じゃあ、僕からどんどんじゃあ質問させてください、はい、ルイ君の、仕事においてですよ、はい、これどんどん確信つきますよ、みんな、3つの脅威があるとします、今自分で仕事をしてる中で3つの脅威があるとします、その、例えば何かその怠けたくなる心とか、なんか今いろいろそういうのがあるとしたらどういう脅威があると思いますか、そうですね、やっぱりまあ僕その最初の頃の自分っていうのがやっぱり忘れられないんで、すごい弱っちかったんですよね、それが嫌なんで、やっぱ常にこうマイナス思考だと良くないっていうか、まあ辞めやすいじゃないですか、こういう仕事の人たち、辞めやすいですね、うん、で、それをいかにこう自分がこ うまくこう解消できるかっていうところだと思うんですよ、それが聞きたい、それが聞きたい、もうこの子たちは本当に、
もういつもなんですよ、はい、店が終わってちょっと酔っ払って、はい、ラーメン食いに行って、はい、ぐだぐだ喋ってなんとなく家に帰って、エッチな動画を検索するのに2時間2時間ですよ、質動画をずっと2時間検索をしてそんなん見ないですよ、起きてあまた今日も仕事だって行きたくねえなーって言って仕事に来て、そういう毎日なんですそれはちょっと悪循環に陥ってる。そうなんです。悪循環に陥ってるんですよ、この人たちは、はい。仕事の時はもう確実にこうできるように持っていかなきゃなんないんで、切り替えると思います。どうやってのその切り替えを？切り替えですか。例えば鏡を見て、うん、よし、俺はいけるとかなんかやってるとか。いやー、そういうのはあんまやんないんですけど、なんかもう自然とそういう体になっちゃってるっていうか。習慣づいてる。そうですね。なら。ある程度なんかやむような出来事があったとしても、うん、まあ2、3日ですよね。2、3日で切り替えられれば、まあ OK なのかな。うん、まあやっぱ人間なのでそういう時間とかあると思うんですけど、それをなんかグダ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 なんか引きずって、なんか愚痴っぽくなったりとか、まあダメなのかな。あ、でも愚痴言うのはいいかもしれないですね。笑って。愚痴をね、吐き出すね。うん、で、発散して切り替えるみたいな。切り替え大事だと。あと怖いのはやっぱり今、まあ、こういうネット関係とか潰しとかが来るんで、それにやっぱりこう耐えられる自分を作らなきゃなんないなっていう、本当怖いんですよね、あれが。そうですね、辛いですよね。だからでもあれってまあ別な言い方したら、自分がやってきたことの結果でこう添削されてるみたいなところも多少なりやるんで、じゃあこういうふうに言われてるから、じゃあこうしていこうとかっていうあれにもなると思います。なるほどね。OK です。じゃあそれではですね、これから CM 入るんですけども、いよいよですね、この後ですね、ルイ統括役の方の、価値観っていうところですね、そういうちょっと深いところまでズブズブいこうと思いますので、CM の後もどうか皆さん楽しみにしててください。じゃあお願いします。The largest program on night tube in history. Which is it? Bobasto.計画に乗るか。不可能だろ。役所だろ。限りありますね。その通り。揃った。ですが、東映社員、確かに今回の件私のミスで発生しました。しかしヘルプについて強引に会おうとまた事実、今回無事回収できた暁には、東映社員にあなたに土下座してお詫びしていただきたい。ですね、僕はなぜその博士というタイトルでやってるんですけど、なぜ僕は博士なのかというとですね、僕はもちろん先生でもなくて、僕はですねホストを研究してる人なんですよ僕はホストをですね日本一研究している博士なのでですね、なので博士なんですよく分かんないですはい、とにかく研究してるんですよ、はい、僕は先生なんていうねそんな偉そうなことはこうできなくて、ただホストを、22年間研究しているので、そういう博士なのでですね、はい、僕結構詳しいですホストのこと、はい、ということですみませんアホですね、はい、じゃあ今からちょっと掘り下げていろいろ質問をしていきます。じゃあいきますよルイ君よく考えてください。いきますよ。ルイ君が、うん、そうだ
な、ホストという仕事でですね、はい、大事にしてることっていうのは何ですかっていう、ちょっといくつもこう答えているので、なんか思いつくるとこをちょっと今挙げてってほしいです。まあそうですね、前まではもう売り上げで、まあ本当に自分のことしか考えてない自己中な人間だったんですけど、はい、まあある時からもう何ですかね、考え方がもう180度変わって、はい、結局客商売なんだから、うん、接客でお客さん楽しましてみようかなって、うん、なんかまあ変な話、この商売ってなんか色濃いとか枕とか運営とかって、まあ、本当になんか遊びに来たくて来てる人ってどのぐらいいるんだろうみたいな、そういうふうに考えた時にやっぱお客さんのことちゃんと大事に考えようって思いました、まあ、それがすごい大切にしてることか。じゃあ、まあ、お客さんのお客様のことを大事に思う気持ちですよね。はい、気持ち、はい、OK です。じゃあこんな感じで、なるべくその短くっていう感じで、はい、僕いくつも聞いてみます。はい、じゃあさっき言ってましたお客様のことを大事に思う気持ちってあったじゃないですか。はい。はい、それ以外でポストっていう仕事で大事なものってありますか？あと仲間を大切にするってことですか、ね。仲間。はい。仲間ですね。あとはありますか？あと仲間、お客様との信頼関係。信頼関係、はい、お客様ととか仲間との信頼関係、はい、信頼ですね。はい、はい、あとはありますか？あとは自分が、まあ、仕事をする上での、まあ、自分自身へのメンテナンスというか、うん、まあ疲れてたり病んでたりしたらいい仕事はできないので、はい、そこです、ね、自分のメンテナンス、はい、はい、じゃあ今4つ挙げました。あとはありますか、ホストの仕事で大事なこと。まあ、あと売り上げじゃないですかね、やっぱり売上、はいはい、この仕事やってる以上はやっぱ上げてなんぼだと思うので、はい、はい、はい、じゃあ今5つ上がりました。あとはありますか？そう、まあ、うまく息抜きすること。息抜き、はい、息抜きってのはこれメンテナンスとかとはまた別で、まあメンテナンスはもう仕事入る直前みたいな、うん、まあ、直前までこうどうしてるかっていうあれで、まあちょっと近い部分はあると思うんですけど、はい、メンテナンス、はい、あ、息抜き、はい、あとありますか？そうですね、ちょっとあんまり出てこないですね。よく考えてください、空っぽにするまで。美味しいものを食べる。美味しいものを食べる。はい。ルー君ラーメン好きですよね。そう、ね、そう質問持ってたんです。ただ何ラーメンが好きって。はい、僕はもう本当にしょっちゅうラーメンばっか食べてるんで。今日もすげえブログ。来る前にちょっとババの方でちょっと食べてきたんですけど。まあ歌舞伎だったら味七さんとかナミさんとか、まあ、あと知らねえどこにあるの味七。マジシチは、こま劇が昔あったところで、味噌ラーメンのところですね。味噌じゃ、はい、味噌ですね、札幌ラーメン。何が好きなのじゃルイって。僕、本当にいろんなのが好きなんで、うんうん、これって決めてなくて。そうですね、あと、ジローも好きですし、本当にジロリアン。ジロリアン。よく言ったもんだな。これは僕のためにある言葉なのかなっていう。なるほど。意外ですね。ジローインスパイアしちゃってます。いろんなとこ、はい、別なジロー。そっか、そっか、そっか。いいこと聞けた。なるほど。はい、OK です。じゃあ、今こういう感じで聞きました。お客様のことを大事に思う気持ち。はい、あと仲間。あとお客様、仲間への信頼ですね。信頼関係。あとは自分への、だからメンテナンス。はい、あと、売り上げ。あと息抜き。あと、美味しいものを食べるっていうのがありました。で、この中で、今僕、順番をこれ決めていきます。はい、うん、なので、もう本当に、同じぐらいかなと思っても、0.1 個ちょっと大きいと思ったら、それを、そっちの方が大きいって言ってくださいね。はいはい、できます。じゃあ、1番目に行きました。お客様のことを大切に思う気持ちと、仲間はどっちが大事ですか？これ
しいですね。難しい。だいぶ難しいですね。難しい。本当なんでそういう質問するのかなっていう。お客様ですね。お客さん、はい、はい、お客さんです。じゃあお客様と、じゃあお客様だったり仲間であったり、いうその信頼関係はどっちも、はい、大切に思う気持ちと信頼。信頼関係。信頼、はい。じゃあその信頼関係と自分へのメンテナンスどっちも。信頼か。信頼、はい。で、その信頼と売り上げどっちですか。信頼。信頼。で、その信頼と息抜き。信頼。信頼。で、信頼と美味しいもの。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 マジかよ。そうきた。わざとね。信頼だね。オッケーオッケー。じゃあ、ルイ王子、あれです。1番目がお客さんとの、お客さん、仲間とか、とにかく信頼関係を大事にしていると。はい、じゃあまた次。お客様のことを大事に思う気持ちと仲間だったらさっきお客様を大事に思う気持ちでした。お客様を大事に思う気持ちと自分のメンテナンスどちらですか。お客様。お客様。はい、じゃあお客様とじゃあ売り上げどっちですか。お客様。お客様。じゃあお客様と息抜きどっちですか。お客様。お客様。お客様と美味しいものどっちですか。美味しい。美味しい。お客様大事に思う気持ちですね。これ2番です。いや、これ大事なことやってるんですよ。あの、例えばこれがユウスケでやったとするとですね、お客様を大事に思う気持ちと売り上げって言ったら売り上げって言うんですよ。この男はそういうも人手なしなのでですね、その価値基準が本当にそこが大事だという話なんです。これはい、はい、じゃあ行きますよ、次行きます。仲間と自分のメンテナンスどっちですか。仲間ですね。仲間、はい。仲間とじゃあ売り上げ。仲間です。仲間です。じゃあ仲間とじゃあ息抜き。息抜き。息抜き。お、息抜き。へえ。で、息抜きと美味しいもの。美味しいものですかね。マジ、これは本当美味しいもの。美味しいもの。食べるの大好き。大好き、はい、サインしますよ、じゃあ。あ、わかりました。サイン、はい。でも、息抜きが美味しいものだったりもするかもね。まあ、そうですね。ちょっと似通ってるかもしれない。ちょっとね。じゃあ、いきます。じゃあ、次。仲間と自分へのメンテナンスどうしますか。仲間っす。仲間。じゃあ、仲間と売り上げ。仲間っす。仲間。じゃあ、仲間と息抜き。息抜き。息抜き。息抜きね。へぇ。じゃあ次、仲間 と、メンテナンス。仲間です。仲間。仲間と売り上げ。仲間。仲間。じゃあ仲間が5位です。で、じゃあ自分へのメンテナンスと売り上げは？売り上げ。売り上げ。で、最後に自分へのメンテナンスですね。はい、出ました。じゃあ、今ここ並ばってんですけど、今僕それ上から言うんですけど、はい、この順位がでもちょっと違うなっていうのがあったら、はい、それ言ってくださいね、はい、1番目がお客様とか仲間とかというのが信頼だと、はい、これ、まあ、3人と違うところだね。そう、信頼を大事にする。だからまずその売れっ子ホストさんとポンコツホストの違いというのは、はい、まあ、信頼を大事にしてる、信頼を別に大事にしていないと、はい、いうことがここではっきり分かったわけでございます。皆さん、はい、じゃあいきます。じゃあ2番目、2番目は、ルイさんはお客様のことを大事に思う気持ち、はい、これ間違いないですか。2番目、はい、じゃあ3番目、美味しいもの。美味しいもの、はい、そうですね、美味しいもの大丈夫ですか、はいはい、4番目が息抜き、はい、5番目が仲間、はい、6番目が売り上げ、はい、で7番目が自分のメンテナンス、はい、ということですね。はい、ありがとうございます。いや、よーくわかりました。だからいつもしんどいんだと思う。その自分のメンテナンスはやっぱ後回しにね、やっぱりどうしてもしちゃうんだろうね、うん、でそれで、まあ、今とにかく分かったことっていうのが、iPhone 店のですね、年間ナンバーワンを、やっているそのルイ君、はい、ルイ統括役がですね、何を価値基準大事に思って生きてるのかっていうことが今分かったんです、うん、でそれでじゃあホストたち、これは大事なんだけども、例えばですね、僕は営業ずっとやってきたんですけど、まあ、売れっ子営業マンっていうのは相手のその価値基準の上から3つを知ったら何でも売れる。3つですか。あの上から3つを売れ、あの知ることができたら何でも売れるって言われます。例えば今大事にしてるのが、お客様とのとにかく信頼関係を大事にしてます。で2番目が、お客様のことを大事に思う気持ち、3番目が美味しいもの、ルイさんと仲良くなって、ルイ君に何か買ってもらおうって言うんだとしたら、信頼関係に関して、例えば、この数珠があれば、仲間、その信頼がすごいこう結ばれるんですっつったら、ルイ君これ買っちゃうんですよ。信頼って、それ俺めっちゃ探してるっつって。
いや、ルイ王子、このすごい美味しいラーメン屋があってですね、このラーメン屋に行くと信頼関係がもうバチッと結ばれる最高にうまいラーメン屋があるんですって言ったら絶対ついてくるっていうような例えば、例えばね、っていうぐらい、その相手のその価値観を知るっていうのはすごく大事なことなんですね。うん、でその価値観が分かるっていうことイコール、その、ルイ君がその大事にしてることって何なのかっていうことが今分かるわけですよ。でその中で例えば、じゃあいろいろね、そのホストさんたちいると思います。その中でじゃあ売り上げっていうところだけに価値基準を持っていったとしたら、おそらく違うんですよね。そうなんです。おそらくそこに基準を持っていったとしたらば、まあ、もちろんその売り上げの上げ方ってそれぞれ違うと思うんです。例えばじゃあこれからで違うお店の、ナンバーの男の子たちをバーッと呼んできたとして、その子たちに価値基準をこう聞いた時にね、いろんな価値観があると思うの、うん、だけど少なくとも、ルイ君の方、ルイ君がとにかく大事にしてる価値観っていうのはここなんだよっていうことを学んでほしいよね。うん、だからその上でその価値観というものがはっきりした上で、自分自身の中での信念というものができてくるね。その信念というものが自分自身をこう、なんて言うんだろう、揺り動かすためのね、例えば車で言うんだったらガソリンみたいなものになっていくっていうね、まあそういう、おー1分前終わり、はいですね、終わりですか、はい、よっ、おそんな感じだ、すいませんちょっと話してしまって、はい、じゃあルイ君、じゃあ最後にですね、はい、これ見てくれてるそのホストの皆さんに、はい、なんか一言お願いします。一言ですか。まあホストが、まあ、今生きにくい世の中になってると思うんですけど、まあみんなで力を合わせてこの業界を守っていけたらなと思います。どうかよろしくお願いします。よいしょありがとうございます。本当にルイ君ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で一応来週の放送になるんですけども、来週は、トップダンディと、キャンディというお店のねプロデューサーをやってます、一条健さんをゲストにお迎えしてやっていきたいと思いますので、来週の放送もどうか皆さんご覧になっていただければと思います。それではみんなでなんかどうぞ。ルイさんありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。また皆さんまた来週そぬいてビクビクしてては掴めないような方を把握いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。そぬいてビクビクしてては掴めないような方を把握いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ自分に負けない心持って産んだ子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ自分を生かした道を持て夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。